はい、どうもピロツと申します。9月19日からの聖夜戦での電磁式稼ぎやっていきますということで、今シーズン編成はこちらです。で、H を稼ぎてキャラクターを外しますと、今回こちらの4枠となっております。で、端っこから関節のキャラに救援持ったキャラですね。で、この編成なら救援の1で済みます。なのでかなり敷居が低くなってますと。フレデリクとかパオラ持ってます。で、次に関節馬で、こちら殴られるので、また別の用事か。今回かなり緻密なことになってます。これはまたマップの方で説明した方が良さそうですかね。まあ、とにかくスキル構成はかなり敷居が低いことになってます。こちらも9の1なので、低いですね。今回なんか歯切れが悪いな。で、次に2マス移動できる近接に離脱を持たせたものになってます。で、結構スキルがゴロゴロついちゃってるんですけど、なかなか守備の方ですかね、それなりの硬さが必要と。40近くいってますね。11プラスなんで42か。なので、まあ、ここも、もともと離脱の航路を持ってるヒースクが使えばいいのかなと思います。まあ、保証なので敷居が低いですよね。で、最後に一番お仕事する係がこちらですね。馬の近接になります。で、このスキル構成は、デンデさんの浮き寄りそのまんまでやってるんですけど、まああれですね、僕もこれ両方とも持ってなかったので、あのベルカ継承で一発で済みます。星4から強制と切り込みなので、まあ今回デンデさんあまり美味しくないと言ってました。まあ4枠使ってますしね。で、この枠がシップ人台使えるならば、3体でいけますよっていうのもあったんですけど、まあ敷居の低さを、でいくのならこちらとなります。で、1000円で切り返しと。こちらあれですね、先ほどのセシリアさんの下りで、セシリアを狙ってもらうためにこの切り返し持ってますと。まあ実際マップで説明した方が分かりやすいですかね。ということで H を稼ぎたいキャラクターを入れますと。はい、いつも言ってるんですけども、 H 稼ぎたいキャラクターはレベルマックスにしててください。じゃないと H が満額入りません。で、武器スキル全部外してください。邪魔しないようにです。はい、ということでいきましょう。またルナティックですね。報酬始めよ。いやー、盛大に収録が遅れてるんですけど、今って火曜日ですもんね、4連休最終日で。本来ならもう土曜日に上げてる動画なので、ひでえことになってますね。申し訳ございません。で、細かく説明したいので、リッチと、いつもこれ迷うな、どこだこれか。オフじゃなくて、おまかせ演出省力をオンですね。あれ、オフの方がいい。ちょっといつも迷うんですよね、これ。ということで、いきましょう。いきます。とにかく、この、セシリアとマークスが、危険範囲に止まらねえ。まあ、ヒースが殴られに行く。で、セシリアさん、ここでセシリア、切り返し持ってないと、マークスが殴られるんですよね、ラケシスに。ここでセシリアを殴ってもらうことで、いいことが起きております。いいこと。まあ、とにかくヒースがメインですね。ここでヒットポイントをがっつり削られてるおかげで離脱が発動して、これのおかげで、こういうことになります。すごいな、今回も。なんでこうね、思い浮かぶんだろう。切り込みか。いや、なんかティバーンとかこの辺いてるんで、まっすぐ上がってったら、なんか大変なことになるなって
思ってたんですけど、すごい、何なんだろうマークスここに行くのも想定して、まあそれから調整してんのかなということで、一番最速で動き出すように調整をいじりますと。ということで、マークス、セシリア、ヒースが敵陣に乗り込んで殴られて、で、もう、早い。ということです。まあ、ヒースが要ですね。まあ、マークスも、ベルカさえ出れば継承も簡単に済むので。さあ、どうする？いやー、遅れたな。いや、ほんと逆に、そう、プライベートで旅行とか行っちゃうとこうなっちゃいますね。もう当然飛空場の動画とかいろんなものが遅れてるんですけどあ、逆に平日より休まってないかもしれないですね。もう休み終わりやもんな。まあ平日も、平日というか今週3日行けばまた休みなんであれなんですけど、大変お待たせしました。はいというわけで、またコメントの方で何でも受け付けております。はい。で、そうですね。またデンデさんへの、感謝のコメントとかあれば、また励みになるのかなと思います。はい。そしたら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。